この英文を読解していきます。これで一つの文です。頭からピリオドまでこんなに長いですがじっくり解説していきます。文は NPR のサイトから引用しました。概要欄にリンクを貼っておきます。それでは始めます。one way。これは明らかに way が主語。文頭に主語を来てくれると非常に読みやすいので助かります。動詞もすぐに来てくれると良いのですが。と思ったら次は that です。え、動詞来ないの 仕方がありません。これは way とその主語の間に that 説が入り組んだ形式とあと予想をつけます。way の動詞は that が終わった後からですね。that 説がどんな way だかを説明する形式です。主語と動詞が離れるとその動詞が来るまで主語を覚えていなければならないので厄介なんですよね。とにかく that 説の中を読み進めます。b o n o p o s differ from other great apes. ボノボはその他の大型の類人猿と異なる。ボノボっていうのは類人猿の一種です。チンパンジーに似ている動物です。さらに読み進めていくと、エイズに出会いました。やりました。動詞が来ました。もちろんこれがワンウェイの動詞です。というわけで、ダット説はボノボズからエイプスまででした。 この that 説が way を説明しているわけです。way には様々な意味がありますが、ここでは one way で一つの点と解釈しておきます。これ全体で、ボノボが他の大型の類似縁と比べて異なる点の一つは、is in their eagerness to share。彼らの分かち合うことへの情熱にある。is は one way の動詞なので、一つにまとめておきます。さて、まだ文は終わりません。 share の後は something. うまくつながりません。こういう場合はよくわからないまま読み進めてしまいます。something の後はまた that 説が来ています。これは something を先行詞とする関係代名詞ですね。that has been documented で、それは記録されている。関係代名詞説はまだまだ続きます。in a series of experiments 一連の実験の中で here at Laura ここローラで、ローラは地名化研究所の名前でしょうね。関係代名詞説は that から最後のローラまででした。関係代名詞説が something を就職して、ここローラでの一連の実験の中で記録された何か。何かって何でしょう文脈を考えると、この something はイーガネスのことを指しているようです。 文法用語で同格って言います。長い文でしたが、構造を解析するとこんな感じ。one way が主語、is が動詞、それに全知識が続きます。t h a t 説は way を詳しく説明し、something はイガネスと同じ。one way 一つの点は、どんな点かというと、ボノボが他の大型の類人猿と比べて異なる点。 is, 保護を取らない B 同士は存在すると解釈すると理解しやすいです。in their eagerness to share 彼ら、ボノボの分かち合うことに対する情熱の中に存在する。something は eagerness と同格で eagerness はローラでの一連の実験で記録されている。文章を理解できたので翻訳化を目指すのではない限り攻略はここで終えます。 というかむしろこの段階で理解をし終えてしまうのが直読直解への第一歩になります。しかし参考のため役を示します。ボノボとその他の大型の類人猿とで異なる点の一つは彼らの分かち合うことに対する情熱であり、それはローラでの一連の実験に記録されている。ご視聴ありがとうございました。